久保さん。もうちょっと暗いっすね、これね。まあいいでしょう。<laughs> はい。マトリックスアフリエートね。10年後も、20年後もマトリックスアフリエートまあ言われるでしょうね。<laughs> まああのビジネスやる場合は、やっぱあの、うん、なんか、顔出しするとかしないとかも置いときまして、とにかく、 顔出ししなくても、そのサイトに、そのサイトを目立たせないといけない。そのサイトにアクセスを持っていかないといけない。うーん、YouTube やる、顔出ししない YouTube やるにしても、目立たないといけない。アクセス持ってこないといけない。だから、顔出しするしない置いときまして、何するにしても、じゃあ、そのリアルビジネスやるにしてもイン、ラーメンやります。じゃあ、ラーメン屋いっぱいあります。じゃあ、その中で選ばれないといけない。そこにラーメン屋があるよっていうのを、 あの広告しないといけないチラシを出していかないと分からない、ね、じゃあ山のチラシも出さず広告も出さず、ね、山の上にねオープンしました誰が分かるんですか <laughs>、ね、もちろん身内にねラーメン屋オープンしたから来てねって言,言えばねその身内がまた口コミでね広げてくれるかもしれないですけど誰にも言わないこっそり山の奥でねラーメン屋を開設しました 誰が分かるんですか <laughs> 誰も分かんないですよね。だからビジネスっていうのは、ここにお店があるよと。ね。こういう自分がいるよと。ここにいるよっていうところを、やっぱその、なんだ。あー知らせていかないといけないわけですよね。だから広告していかないといけないわけです。広告宣伝活動です。分かりますだそれをしない限り知られないので、その商品が良かろうわ悪かろうもうクソも分かんないってことですよね。 うん、だからネットビジネスっていうのは宣伝、広告活動であると。ネットを使って宣伝、広告活動をしているだけであると。まあ本当にシンプルに言うとね。で、今まではインターネットがなかったから、新聞の折り込みチラシだったりとか、えー、そのね、雑誌に広告出すとか、そういうところでね、あのー、やってましたけど、今はネットで無料でできるんですよ、これが。だから、ランニングコストがかかんないんですよ。あとはやるかやらないかですよね。 で、あとは知、知恵があればね、知恵を使う、アイディアを使うんであるならば、あまあ、交渉して、ジョイントして、あの、タイアップしてとかね。うん。なんか、あの、僕、R34 マガジンっていうのやってるんですけど、新 R25 っていうね、あの、これ、多分、バックボーンが、えー、っと、アメ、アメーバ、アメバだと思うんですよね。あの、フリー、あの、なんだ、サイバーエージェントだと思うんですよ。バックがたす、確か。 ここを、CR25 もね、何やってるかっていうと、もうタイアップですよ。まあ、有名な人をタイアップして、コンテンツ作ってアクセス集めてるんですよね。うん。だからその、この前ね、与沢さんがね、CR25 に出てたんですよ。インタビューで。で、その動画ではないけども、なんかその、なんだっけ、その動画だったかな。なんかアイディアを使うっていう。ね。アイディアを使ってアクセスを集めると。だから知恵、知識を使ってアイディアを集めると。お金をかけないっていう。そう、なんか、 しくじりの話だったかな。なんか、まあ大量に金使いすぎたから、金使わず、アイディアで集めるみたいなね。だから僕ももう広告はしないって決めてるので、アイディアで、あの、アイディアというか、まあ僕は本数で言ってる部分あるんですけど、うん。まあそれでもね、アクセス集められますよ。まあ、100歩譲って、僕と久保さんぐらいの動画をアップロードして、まあある程度、 まあいろんな動画アップして再生数がね、全然伸びないってことはないと思います。もちろん動画によっては全然伸びない動画ももちろんあるんだけども、いろいろテストしまくれば、ね、1万回ば、1万回乱射すれば一発ぐらい当たりますから。うん。まあそれは数を打つという戦略ですよね。うん、僕の中で。まあある人から見るとバカの一つ覚えかもしれないけれども、まあある側面で見るとバカ数だと。あり、ありがね、ありが、 ライオンを倒すってことですとこでねアリが僕のイメージとしては、アリがライオンを倒すというイメージですね。わかりますライオン1匹いればね、強いかもしれないけど、でも、実はアリが100万匹いた方が強いと。だってアリってちっちゃいから、ライオンの耳にも入れるんですよ。どうすか、ね、普通、ライオンとライオンが戦ったらね、ね、噛みつくとかそういうとこじゃないですか。アリに噛みつけます、ライオンって。 アリが耳の中に100匹、200匹、300匹入ってきて噛みつけますか噛みつけないですね。だ実はこの戦略って泥臭いけれども僕は最強だと思ってますね。なぜならばライオンは耳に入ったアリを殺せないっていう <laughs>。すごくないですかクうさんね、この戦略。<laughs> ものは言い,いようですね。ものはいいよう。でも事実ですからね。うん。アリが100万匹いたらライオンを倒せると僕は思いますよね。うん。だから昔その 時代が変わって、セブンアイ・ホールディングスか、あのーまあ、セブンイレブンがその、ね、小売業ですよね。あの小売業が、莫大な、ね、その資産を、売り上げを上げていくなんて、誰もイメージしなかったわけですよ。一つ一つの店舗ってちっちゃいんですよ。わかりますでもどうですかね、今、セブンアイ・ホールディングスの売り上げって、まあまあでかいと思いますよ。 でも、当時思わなかったでしょうね。あの小売業、あんなちっちゃいお店がね、そんな爆心劇をね、なんか得るなんてね。だから、僕は、まあ、あのー、ありの戦略ですかね。いってらっしゃい。